今回は夏の大人の定番ネイビーのリネンシャツを使ったコーディネートを紹介していこうかなと思います。それでは行ってみましょう。ということで、いつもオクテットメンズファッションチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、ネイビーのリネンシャツを使った、ルックをやっていこうかなと思ってるんですけど、ありがたいことに視聴者様からね、コメントをいただきましてありがとうございます。ネイビーのね、リネンシャツだったかな？ネイビーのシャツを使ったコーディネートを、紹介してほしいですというコメントをいただきましたね。それにお答えする形で、オクテットとしておすすめするものみたいなものをね、ご紹介していきたいなと思うんですけど、イタリアのシャツの中では多分白の次にはやっぱネイビーって言われてるぐらい定番なアイテムだと思いますし、黒色っぽいエロい感じがちょっとあってね、かっこいいですし、いいなと思うし、爽やかな白、めっちゃ清潔感ある。なんかその中間をちょうどこう取ってるのがネイビーなのかなと思って、爽やかさと涼しげな感じだったりとか、ちょっとこうツヤっぽい感じだったりとかもあるので、いい意味ですごく万能なアイテムだと思うんで、ぜひ皆さんにも着てほしいなという願いも込めてちょっとやっていこうかなと思います。早速1個目のコーディネート、こんな感じでシンプルに、まずはカジュアルな感じでやろうかなと思って合わせてみました。これね、フィナモレのリネンシャツなんですけど、自分が何年ぐらい前かな、だいぶ前です、5年ぐらいかな、もうちょっとかな、使ってるリネンシャツで、結構クタクタな感じになってきてるんですけど、リネンは特にこの感じがいいなぁと自分は思ってるので、僕はアイロンとかもかけずにくしゃくしゃなふわふわな感じで着てるんですけど、それを使って合わせてみましたと。でインナーはネイビー、同じような色味なんですけど、ワントーン暗いフィリッポのニットを合わせてます。コットンですね。リネンのニットとかもあったらすごいおしゃれですし、ニット T シャツとかもあったらいいなと思うんですけど、全然綿でも素材的には合わせてもらって問題ないかなと思います。であとはこうアウターとして羽織るとき、一番やっぱり同系色で同じような色味で合わせるっていうのが個人的にはおすすめしたいなというか、合わせやすいしかっこよくなりやすいのかなと思うんで、ネイビーで合わせると。で下はデニムですね、はい、デニムはレッドカードの、今年のうちの別注のモデルのやつ履いてるんですけど、やっぱ形綺麗だし、このシャツの綺麗さ上品さっていうのにもすごく相性いいし、程よくカジュアルな感じも出るので、これでチノパンとか合わせると結構ドレッシーな感じにもできるし、スラックスにしたらもっと綺麗な感じになって、デニムだと程よいカジュアルな感じが出るんで、休日とかはちょうどこういうのが塩梅的にはいいかなと思います。しかもちょっとヴィンテージっぽい感じなんで、黄色っぽく色が入ってるというか、きなりっぽくなってるようなやつで、こなれてて今っぽくておしゃれかなと思いますね。でロールアップしてちょっとこうくるぶし見えるぐらいの感じにして軽さをちょっと出すと。で腕をまくってもらうと。スリッポンですね、若干軽い方がいいかなと思うんで、サンダルとかでもいいですし、ローファーとかでもね、綺麗にいくのもいいと思いますが、ちょっとスポーティーな感じも出そうかなということで、ヘルノのスリッポン、形がめちゃめちゃ綺麗なんで、スポーティーさと綺麗さっていうのを両立してすごいね、相性がいいんじゃないかなと思います。ちょっとねパンツだけ変えてみました。先ほどとコーディネート、上、靴、どっちも一緒なんですけど、ハーパンにして、色もね、ちょっとベージュっぽいようなものに変えてみたんですけど、一気に夏っぽくなりましたよね。長袖のこういうリネンシャツは、特にこういうショーツと合わせてもらえるとかっこいいかなとは思ってるんですけど、ネイビーとこのホワイト系、ベージュ系の相性っていうのはね、めちゃめちゃいいんじゃないかなと思います。大人のイタリアファッション、夏の鉄板のスタイルかなと思います。インナーニットでアウター的にね、羽織で使ってもらうのももちろんいいんですけど、こういう感じで1枚ね、着てもらって、これ別に素肌でもいいですし、ちょっと見えるの気になるなって方は、若干見えるぐらいの V ネックにするとか、別に悪くはないと思うんで、あんまりね、ボタン開けて胸元がっつり開けると、やらしくなっちゃいかねなかったりとか、なんかリゾート地とかでやる分にはかっこいいんですけど、街ではちょっとなっていう時とかもあると思うんで、
まあ、程よくその辺は TPO に合わせてやってもらえたらいいかなと思います。ちょっと着替えてみました。まあ、インナーを、なくしてる、まあ、肌着で、まあ、素肌で着てる感じで着てると。でパンツを、グレーのチノ、まあ、チノスラインコテックスのパンツに変えて、足元はローファーにしてます。ザ・イタリアっぽい夏のねスタイルって感じかなと思います。のボタンね、先ほどの話もありましたけど、まあ待ち着できるときはちょっとこのぐらいにしとく、1個だけ開けとくぐらいだったりとか、まあ、ちょっとなんか開放的にするんだったら、まあ、2個開けとくぐらいがいいかなと思います。まあ、僕最近全然できてないですけど、サーフィンとかね行くときとかは海パンとかで海上がったらこういうリネンシャツ着るとか、プールとかでもいいですけど、ホテルのプールとかでそうやってやったりとか、リゾート地の海とかでやって来てもらってもかっこいいかなとは思います。でその時は別にボタンでもうガンガン開けてても多分誰も気にならないと思いますし、まあ、逆にその方が、ね、かっこいいかなとは思うので、そういう風に、使い分けてもらうと。で、一応タックアウトしてるんですけど、このぐらいの着丈がやっぱり一番ちょうどいいですよね。出してきてても全然長すぎないですし、短すぎるとちょっとねちょっと違和感もあると思うので、ちょうど股上ぐらいの、お尻隠れるぐらいが、まあ、目安かなとは思います。デニムとかだと結構カジュアルにもなるんで、色っぽくいくんだったらこのぐらいの綺麗なねチノパン合わせてもらった方がよりイタリアらしい感じは出ると思いますし、白じゃなくてグレーにわざわざねちょっとしたんですけど、白パンが本当は鉄板のスタイルだと思うんですよ。ネイビーとホワイトのパンツだけど、結構ねキザっぽいって言ったらあれですけど、コテコテな感じにはなるんで、まあ自分は好きなんですけど、それがちょっと苦手だなっていう方とかは、まあグレーとか選んであげるとより使いやすくていいんじゃないかなと思います。ということで最後はこんな感じです。カーゴパンツにグルカサンダルっていう合わせで、次は合わせてみました。ポイントはアイテムもそうなんですけど、配色だったりとか、そのあたりもポイントかなと思ってて、先ほど同様に1枚で着てる感じでリネンシャツのネイビー着て、オリーブですかね、グリーンのちょっとアーミーな感じのカーゴパンツで、僕はプライベートだと結構ベルウィッチのカーゴパンツを気に入ってて、ちょっとワイドなやつをね履いてるんですけど、まあもうちょっと上品な感じでね、こう綺麗めな雰囲気もあるカーゴパンツということで、リブレのハイパーフレックスのカーゴを合わせています。意外と、まあ、ネイビーグレーとかブラックとかホワイトとかベージュだったりとかカーキだったりとか、まあ、こういうメンズの定番色って言われるような色味とはどれでも合わせやすいと思ってるので、パンツもね結構何でも使ってもらえるんじゃないかなと思います。で、まあ、アイテム的に、まあ、ちょっとこうミリタリーな感じのものだったので、グルカサンダルで、まあ、春夏なのでね特にちょっと抜け感作ってミリタリーな感じで足元も合わせるというようなことを意識して合わせました。これにねパシフィックにしてワイドなやつにするともうちょっとカジュアルさだったりとかフレンチっぽいような雰囲気も強くなるかなと思うんですけど、なんかそこは好みだったりバランスで選んでもらえたらいいかなと思います。といった感じで、まあ、今回はですねちょっと一部なんですけど、ネイビーの、リネンシャツを使ったルックをねご紹介させてもらいました。まあ、ネイビーのシャツをね持ってる方が少しでも参考になれば嬉しいなと思っておりますし、まだ持ってないよっていう方はぜひねおすすめなんで、一着ねゲットしてみてはいかがでしょうかというようなことを思ってます。そんな感じでね、またなんかこうこのアイテムを使ったコーデを紹介してほしいですだったりとか、こういう場所に行くんでその着こなしを紹介してほしいですみたいなお願いといいますかご要望がありましたら、まあ、ぜひ、コメントだったり LINE の方でお待ちしております。あとこの動画はね毎日8時に動画更新しているので、ぜひ気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価通常よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。